サムエル記第27章王が自分の家に住み主が周囲のすべての敵から守って彼に安息を与えられた時王は預言者ナタンに言ったご覧くださいこの私が杉材の家に住んでいるのに神の箱は天幕の中にとどまっていますするとナタンは王に言ったさああなたの心にあることを皆行いなさい 主があなたと共におられるのですから。その世のことである、次のような主の言葉がナタンにあった。行って、私の下辺、ダビデに言え。主はこうおせられる。あなたは私のために、私の住む家を建てようとしているのか。私は、エジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕、すなわち幕屋にいて歩んできた。 私がイスラエル人のすべてと歩んできた、どんなところででも、私が民イスラエルを牧せよと命じた、イスラエル部族の一つにでも、なぜあなた方は、私のために杉材の家を建てなかったのかと、一度でも言ったことがあろうか。今私の下辺、ダビデにこう言え、番群の死はこうおせられる。私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民、イスラエルの君主とした。 そしてあなたがどこに行ってもあなたと共におりあなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした私は地上の大いなる者の,の名に等しい大いなる名をあなたに与える私が私の民イスラエルのために一つの場所を定め民を住み着かせ民がそのところに住むならもはや民は恐れをののくことはない不正な者たちも初めの頃のように重ねて 民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る四次の子を あなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をどこしえまでも固く建てる。私は彼にとって父となり、彼は私にとって異なる。もし彼が罪を犯すときは、私は人の杖、人の子の無知を持って彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、 私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように、彼から取り去ることはない。あなたの家と、あなたの王国とは、私の前にとこしエまでも続き、あなたの王座はとこしエまでもカく立つ。ナタンはこれらすべての言葉と、これらすべての幻とを、をそのままダビデに告げた。ダビデ王は行って、主の前に座し、そして言った。神、主よ、 私が一体何者であり、私の家が何であるからというので、あなたはここまで私を導いてくださったのですか。神主よ、この私はあなたの御目には取るに足りないものでしたのに、あなたはこの下辺の家にも遥か先のことまで告げてくださいました。神主よ、これが人の定めでしょうか。神主よ、このダビデはこの上あなたに何を付け加えて申し上げることができましょう。 あなたはこのしもべをよくご存知ですあなたはご自分の約束のためにあなたの御心のままにこの大いなることの全てを行いこのしもべにそれを知らせてくださいました。それゆえ神主よあなたは大いなる方です。私たちの耳に入る全てについてあなたのような方は他になくあなたのほかに神はありません。また地上のどの国民があなたの民のよう イスラエルのようでしょう。神ご自身が来られて、この民をあがない、これをご自身の民とし、これにご自身の名を置かれました。あなたは、ご自身の国のために、あなたの民の前で、大いなる恐るべきことを行い、この民を、あなたのためにエジプトから、そして国々と、その神々からあがなってくださいました。こうして、あなたの民、イスラエルを、 トコシエまでもあなたの民として建てられました。主よ、あなたは彼らの神となられました。どうか神主よ、あなたがこの下辺とその家について約束されたことを、トコシエまでも守り、あなたの約束通り行ってください。あなたの皆がトコシエまでも崇められ、万軍の主はイスラエルの神と言われますように。あなたの下辺、ダビデの家が、 見舞いに固く立つことができますように。イスラエルの神、万軍の主よ、あなたはこのしもべの耳にはっきり、私があなたのために家を建てると言われました。それゆえこのしもべは、この祈りをあなたに祈る勇気を得たのです。今、神主よ、あなたこそ神であられます。あなたのお言葉は誠です。あなたはこのしもべに、この良いことを約束してくださいました。今、 どうぞあなたのしもべの家を祝福して、とこしえに見舞いに続くようにしてください。神、主よ、あなたが約束されました。あなたの祝福によって、あなたのしもべの家は、とこしえに祝福されるのです。